どうも、PDR さんです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。早速ですが、今年もこのビレ版のちょっと待って。何？相棒ってこれに名前変えたんじゃないの？ああ、それね。それ、異次元から来た PDR さんの仕業。はい？わかりやすく説明すると、よし。これで大丈夫っしょ。じゃあ、お疲れ。おう！誰だよ、お前。え？さらばだ！そういうこと。なるほど。あ、あと新年早々商品はい、今年もこのビレ版のアメキャラ不幸じゃなくて福袋買いました。8640円本当にそれぐらいの価値があるかどうかを調べてみたいと思います。あと今年はこいつを用意しました。ゴミ袋。まずこのカバン、セブンズで売ってそうな感じなんで、まあ、1000円ぐらいだと思います。開けますか。は？ピンクの、ハンバーガーか、サンドイッチと、ポテトの、犬のおもちゃ。初っ端からやってくれますね、ビレバン。多分これは100円ぐらいですね。スーパーマンのコップ、マントがついてる。すっげー安っぽいな。これ200円ぐらいですね。キーホルダーやらマグネット、まあゴミですね。全部で100円ぐらいだと思います。トイストーリーのシガレットケースですね。まあ680円って書いてあるんですけど、100円ぐらいの価値しかないと思います。 R2D2 のちっちゃい人形、これも100円ぐらいですね。何これ。はい、100円のマフラー。次は何これ。カバン？カバンの中にカバン？え？え？これ工具とか入れるやつじゃん。アメキャラじゃねえじゃん。なんだよこれ。300円ぐらいですね。100円ショップっぽい帽子ですね。ソーの人形、200円ぐらいですかね。バットマンのゴム人形、200円ぐらいだね。キャンピングに使うこれ、ブレイワイアットが使ってるやつだね。200円ぐらいですね。あ、バットマンのミスターポテトヘッドだ。これは1000円ぐらいですね。これだけ取っとこう。合計金額はこちらになります。いくらかは分かりませんけど、絶対に8640円ではありませんよね。ビレバン、今年もありがとう。最後まで見てくれたそこの君、君のために特別視聴者プレゼントだ。このゴミ袋の中にあるものすべて、プラスこのバンドウェイジブックと PDR さんのシール何枚かを1名様にプレゼントします。欲しい方は下にコメントを残してください。ではさらばだ。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。皆さんは今年福袋買いましたか？